である現在はドルナ社が各種権利等を管理している。かつての正式名称はフィムロードレーシングワールドチャンピオンシップグランプリで2016年シーズンよりロードレーシングの表記が外されフィムグランプリワールドチャンピオンシップという正式名称を用いている。シリーズの略称は2001年までは WGP や日本では 世界 GP や世界グランプリなどが一般的だったが2002年に最高峰の 500cc クラスがモートジッピークラスに改編されたのを機に現在はシリーズ全体の略称にもモートジッピーが使われる場合が多い現在はレース専用に開発された二輪車を用いレース専用に建設された世界各地のサーキットを転戦し ライダーとマシンの速さを競うという内容になっている。かつては、行動用市販車を改造したマシンも出場しており、行動を封鎖したコースも数多く使用されていた。選手権は、エンジンの排気量別に3つのクラスに分かれており、2019年、現在、モートジッピークラスは4ストローク戦士 c e c 元にクラスは、 トライアンフのワンメイクの3気筒4ストローク 765cc。元3クラスは単気筒4ストロークの 250cc となっている。歴代チャンピオンに関しては、ロードレース世界チャンピオンの一覧を参照のこと。2005年のマレーシア GP 決勝。前からカピロッシ、ヘーデン、ロッシ。2010年のモートジ p ピークラス参戦。 ライダー2010年のインディアナポリス GP 元にクラス決勝で発生した多重クラッシュ世界各国でのグランプリレースでの順位に応じてポイントを加算していき年間チャンピオンを決定する。全員クラスにライダー選手権とマニファクチャラー選手権があり、現在はモートジッピークラスのみチーム選手権も存在する。マニファクチャラー選手権は メーカー内の最上位入賞ライダーのポイントのみを加算する。チーム選手権はチーム内のすべてのライダーの入賞ポイントを加算する。ロードレース世界選手権は世界各国を転戦しながら全18戦でチャンピオンを決定する。チャンピオンシップはポイント制で1位25ポイント、2位20ポイント、3位16ポイント、4位13ポイント。 5位11ポイント以下1ポイントずつ減っていき15位1ポイントとなる。エントリーライダー数は、モートジッピークラス23人、元2クラス32人、元3クラス30人。この他に、各大会には、それぞれのクラスに限られた、ワイルドカードという特別出場枠があり、レースの主催者の推薦により、スポット参戦が認められている。 レース期間は3日、初日、フリー走行1、2、2日目、フリー走行3公式予選、3日目、ウォームアップ走行決勝という流れで行う。各、フリーセッションは、モート3、モート2は40分、モートジッピーのみじ、2、3が45分、4が30分。 予選セッションは変則的ノックダウン方式となっており、FP1 から3の上位14名はその時点で q 2に進出。その他は q 1を走行し、上位4名が q 2に進出し、ノックダウン者はその時点でグリッド決定。上位18グリッドは q 2の結果で決定する。公式予選定められた時間内にタイムアタックを行い、 早いタイムを出したライダーの順にスタートグリッド位置が決まる。いわゆる107%ルールが存在するが F1 のそれとは異なり予選でトップから107%超のタイムだったとしても各フリー走行で1回でもトップから107%以内のタイムを出していれば予選通過となる。また悪天候等の影響で予選普通過者が多く出た場合は 主催者側の判断により救済措置が適用されることもある。決勝原則として、元3元にモートジッピーの順にレースが行われ、大会ごとの規定周回数を最も早く走ったものが勝者となる。レース走行距離は95から1 3 0トル程度で、それぞれのクラスで45分ほどとなる。 最初に搭載した燃料で走り切れるため、悪天候等の想定外のトラブルが発生しない、限りピットインすることはない。ただし、モートジッピークラスには2005年より、フラッグトゥフラッグと呼ばれるルールが定められ、高宇時には、スリックタイヤを履いたマシンで、ピットインし、ウェットタイヤを装着済みの別のマシンへの乗り換えが見られることとなった。 2010年フランス GP ロッシとロレンソによるバトル2001年まで存在していた 500cc クラスが2002年に現在の名称となり発足した選手権の最高峰クラス。かつてはイルモア、WCM といったプライベーターがオリジナルマシンで参戦していたほか、川崎がワークスチームを送り込んでいたが2021年。 現在出場しているのはヤマハ、ホンダ、スズキ、ドゥカティ、アプリリア、KTM の6メーカーとワークスマシンのイ陽等を受けられるサテライトチームとなっている。使用される車シおシ及びエンジンはプロトタイプが原則であるが2012年により実施された CRT では市販車ベースのものが認められた。なおタイヤは2009年から2015年まで ブリジストンのワンメイクであったが2016年よりミシュランのワンメイクになっている。なお、レギュレーションは年とともに変化しており、細部については、事故のレギュレーションの変遷を参照2002年から2006年 990cc 時代2001年まで存在していた 500cc クラスは2ストローク4ストロークともに排気量 500cc が 上限で、1970年代半ば以降は、事実上にストロークのみという状況になっていた。そこで、環境問題対策へのアピールや、商業上の理由によって、2002年より4ストロークが主体となるモートジッピークラスが誕生した。2002年には、4ストロークエンジンの排気量あたりの出力効率は、2ストロークエンジンの半分とする計算から、 制定された新レギュレーションが導入され、2006年まで適用された。エンジンは2ストローク 500cc 以下、4ストローク 990cc 以下のレース。専用車両という規定で、気筒数やピストン形状による最低重量制限が課せられていた。排気量は4ストロークが優遇された一方で、 燃料タンク容量は2ストロークが32リットル、4ストロークが24リットルと、4ストロークの燃料タンク容量は大きく、制限された。しかし、2002年シーズンが開幕すると4、ストローク車両が圧倒的に有利なことが明らかとなったため、2ストローク車両でのモートジッピー参戦は2003年シーズン終了までに、次第になくなり、 川崎やドゥカティなど4ストロークを得意とするメーカーの新規参入を呼び込むこととなった。2ストロークから4ストローク大排気量へと変わったことでバックトルクが強大になったため初期の頃はコーナー手前のシフトダウンを伴う減速時に後輪側が激しく暴れるといったシーンがよく見られた。バックトルクの弱い2ストロークに馴染んだライダーや メーカーは対策に頭を悩まされることとなったが、エンジンの電子制御や、スリッパークラッチ等の開発が進むにつれ問題は解消され、当時はまだ2ストロークだった2 5 0 c c クラス、等からのステップアップも困難ではなくなっていった。2ストロークエンジンはその構造上電子制御を取り入れにくかったが、4ストロークへの移行に伴いハイテク化が一気に進んだ。 燃料噴射装置は、機械式から電子制御式に移行し、エンジン特性そのものの電子制御化、トラクションコントロール、シフターの最適化等、操縦を支援する装置が、数多く搭載されるようになり、これらの電子装置の性能が、車両性能を大きく左右するようになった。2ストローク時代と比べ、単に絶対速度が上がっただけでなく、はるかに、扱いやすいマシンとなり、 ライダーたちのタイムがきっ抗するようになったという意見がある。2007年から2011年、800cc 時代 990cc 時代の最高峰クラスは、直線での加速力や最高速では4輪の F1 をもしのぎ、ブレーキングポイントが明らかに手前で、コーナー脱出速度が遅いにもかかわらず、鈴鹿サーキットを、はじめ、各サーキットにおける、 最高速レコードを叩き出していた。そのため、最高速度の急激な上昇を抑えるといった安全上の理由等により、レギュレーションが改正され、2007年から最大排気量が 800cc へと引き下げられた。エンジンの気筒数によって最低重量が定められ、燃料タンクは21リットルに制限された。800cc になっても、 イクラスよりも大柄で、トルクも強大で、最大エンジン出力は200馬力以上、最高時速はダニュペドロサが時速 349km 以上を記録した。また 990cc 時代はライダーに、マシンのあり余るパワーを制御することが求められたが、800cc への変更後は、電子制御技術が一層進化し、250。 CC クラス等からのステップアップがスムーズになったことにより以前に比べて新人ライダーが活躍することが多くなりスーパーバイク世界選手権出身ライダーはライディングスタイルを変更しないと活躍できない傾向になっていた2009年コスト削減策の適用高騰し続ける3選披を抑えるため2009年よりモートジッピーの主催者であるドーナや ルタなどで構成されるグランプリ委員会によって、レギュレーション改正が行われた。タイヤサプライヤーを一社に限定し、2009年から2011年まで3年契約で、ブリジストンが供給。第11戦チェコ GP 以降は使用できる、エンジン数が最大5機までに制限された。また、ブレーキの材料として、セラミック複合材料によるディスクとパッドの使用は、 禁止となった。エンジンオイルは、潤滑油としてのみ使用可能であり、油圧制御システムへの使用は禁止される。電子制御サスペンションの使用も禁止された。EGR の使用も禁止。さらにこの年から、ルーキーライダーは、サテライトチームからしかエントリーできなくなった。2010年、コスト削減策の適用エンジン個数は、年間シーズンを通して、各ライダーは、 最大6機のエンジンを使用できる。カーボン製、フロントディスクブレーキの直径は、最大 320mm となる。MMC と FRM の使用は禁止となる。タイヤ温度センサーの使用も禁止される。ホイールのリム幅も制限され、ホイール直径は16.5インチのみとなる。可変排気システムの使用も禁止。可変バルブタイミングシステムと、 可変バルブ改変システムでは、電子制御と油圧制御を使用するシステムは禁止される。コンロッドは、中空構造は禁止だが、オイル循環用の穴は、直径2ト、mm、ルまで許可される。ツインクラッチシステムの使用は禁止。トランスミッションは、オートマチックは禁止されるが、マニュアルでは、若干のパワーアシストが許可される。 無断変速トランスミッションの使用は禁止。GPS の搭載は、ドーナがテレビ放送などを目的としたもののみ許可され、マシンの電子制御系システムとして使用することは、できない。ステアリングダンパーの電子制御は禁止。2012年以降、1000cc 時代2012年シーズンから、最大排気量が、再び変更され、1000cc に拡大となる。 シリンダー数は4基遠以下、最大ボア径は 81mm となる。最低車両重量は 1000cc の場合 157kg、従来の 800cc エンジンを使用する場合は 150kg となる。メーカーが運営するワークスチームとメーカーからマシンの供給を許可されたサテライトチームが使用する肥料産のプロトタイプマシンは、 年間使用エンジン数は6機、燃料タンク容量は21リットルに引き続き、制限される。2012年、クレーミングルールチーム、クレーミングルールチームとは、主催者、参加者による、委員会で認められたチームに適用されるレギュレーションで、減少傾向にあった、モートジッピークラスへの参加を容易にする目的で2012年より、採用される。CRT は、 フレームビルダーの製作した車体に改造した量産車エンジンを搭載した CRT マシンでの出場が許可される。CRT はカテゴリーの一つではなく、モートジッピークラスの車両レギュレーションの一つであり、15位以内に入るとモートジッピークラスのポイントを獲得する。そのため CRT マシンの順位を比較する場合は、 CRT z トップのような表現を用いる。プロトタイプマシンに対して、出力の劣る CRT マシンは、年間エンジン使用制限数が12機に、燃料タンクの最大容量が24リットルに緩和されている。また、改造費の抑制を目的としたエンジンの買い取り制度も規定され、プロトタイプマシンを製造しているメーカーが要望した場合は、 CRT は使用したエンジンを2万ユーロで販売しなければならない。つまり、プロトタイプマシンのエンジンに対抗しようとして、多額の費用をかけて量産エンジンを改造したとしても、ワークスメーカーは CRT が使用したエンジンを2万ユーロで買い取ることが可能である。スイスのフレームビルダーであるスッターレーシングテクノロジーが BMW の量産エンジンを使用し、 プライベーターへのマシン供給を計画しているほか、イギリスの FTR も同様に、シャーシ供給やアプリリアが実写性、プロトタイプフレームに RSV4 のエンジンを搭載したマシン等が参加した。CRT は2013年シーズンまで実施され、2014年からは、ルールを改めエンジン使用台数制限の緩和や、燃料タンクの増量などが受けられる代わりに、 主催者指定のエキュソフトウェアを使用するオープンクラスに移行したが、これも2015年をもって廃止された。2016年シーズンのレギュレーションオープンクラスの廃止により、エキュはハードソフトともに共通化。年間使用エンジン数は7機だが2013年以降参戦のメーカーは条件付きで9機。最低車体重量は1 5 7ラムとなり、 燃料タンク容量は22リットルに統一。タイヤはミシュランとなり、サイズが16.5インチから17インチに変更される。元にクラス初代チャンピオンのトニエリアス2009年まで存在していた 250cc クラスに変わり、2010年から新たに元にクラスが始まった。クラス初年度は、 当初 9250cc マシンとの混装を認める予定であったがエントラントはすべて元に企画のマシンでの参戦となったエンジンは3年ごとにプロポーザルが行われており2010年の入札でヤマハに勝ったホンダが4ストローク直列4気筒 600cc エンジンを独占供給していた市販車の CBR600RR 用のものを ベースにしており、出力は約140馬力この頃には、エンジン、車両を共に性能が向上し、2ストローク 500cc のエンジンの時代よりも早く、周回できるようになった。2013年の入札でもホンダが勝利し、契約は2015年まで延長された。さらに2014年11月に2018年までの、契約延長が発表されている。 ホンダのエンジン供給は2018年で終了し、2019年からはトライアンフがエンジンを供給する。トライアンフは2017年10月に直列3気筒 765cc の元に用心エンジンを公開した。2019年からはエキュモマニエティマレリ製の共通エキュとなる。エンジンメンテナンスは ドルナが契約した外部コンサルタントに委託され、イコールコンディションに保たれたエンジンが、各チームに供給されている。メンテ担当は2010年から2012年までが、後藤サムヒキールジオテクノロジー、2013年から2018年までは、エクステンプロが指名されている。車両最低重量は 135kg、ブレーキディスクは鉄製のみ認められる。タイヤは、 ダンロップのワンメイク。シャシーについてはプロトタイプであることが条件で、クラス開始時には、スッター、森脇、ビモータ等多くのシャシービルダーが参戦している。2017年現在では、カレックス、スッター、スピードアップ、テック3、KTM が参戦し、その中でもカレックスが有力チームの大半が使用する最大勢力となっている。2018年からは、 日本の NTS が自社製シャシーの供給を開始。2019年からは、ここを、メガボルト・アグスタが42年ぶりに、本シリーズへの復帰を果たした。開始初年度から40代という、3クラス中最も、多いエントリーを集める盛況となった。またエンジンの統一により、各社のタイムがき抗し、 第3戦フランス GP の予選ではトップから1秒以内に27人ものライダーがひしめき合う事態となった。決勝でもたびたび激しいバトルが展開されることとなり、2010年シーズンは9人もの勝者を生み出した。これまでの 125cc クラスに代わり、2012年からは元3クラスが新設された。エンジンは単気筒 250cc4 ストロークのみ。 最大ボア計は 81mm、最大回転数は 14000rpm に制限される。エンジンサプライヤーは1機あたり12000ユーロ以下での販売、要求があれば1シーズンあたり最低15人のライダーへの同一スペックのエンジン供給が義務付けられ、特定のライダーのみエンジン改良を施すといった行為は認められない。 ライダー込みの最低制限重量は 148kg。タイヤは2014年まではダンロップのワンメイク。パワーが小さいので、前の選手の真後ろを走り、スリップストリームを利用するのが効果的とされ、数多くのマシンが僅差で競り合う展開になることが多い。3クラスの中で年齢制限が最も厳しく、各シーズンの1月1日時点で、 新規参戦は16歳から25歳まで、継続参戦は28歳以下のライダーしかできない。2012年現在はホンダが NSF250R を発表しているほか、KTM、マヒンドラ、イオダが参戦。ホンダ、KTM は、コンプリートマシン以外に、エンジン単体の供給も行っており、オリジナルフレームに、それらのエンジンを搭載して参戦しているチームも多い。 他にベオンも参戦計画があるほか、森脇エンジニアリングもワインガードナーと共に、ニューマシンの開発を行う方針を明らかにしている。2021年現在では、ホンダは NSF250RW に発展し、KTM と激しい開発競争を繰り広げている。2017年までに、マヒンドラと、その別バッジネームであるプジョーが参戦している。 オリジナルフレームによる参戦はなく、すべてコンプリートマシンとなっている。1993年の 500cc クラス世界、チャンピオン、ケビン・シュアーンズ2001年までの53年間、選手権の最高峰を担ってきたクラス。4ストローク、または2ストロークの排気量 500cc 以下のマシンで、争われた。1966年から1972年に、 かけて、ジャコモ・アゴスティーニがメガボルト・アグスタを借り、クラス7連覇を達成している。また、1978年から1980年は、ケニー・ロバーツが、ヤマハで3連覇。1990年から1992年は、ウェイン・レーニーが、ヤマハで3連覇。1994年から1998年には、ミック・ドゥハンが、ホンダで5連覇を遂げた。 排気量は 500cc ながら 130kg の車体に200馬力近い2ストロークエンジンを積むマシンはモンスターと呼ばれる一方2ストロークゆえにタイムを縮めるにはごく狭いパワーバンドを維持しながら走行するテクニックが必要だったため素人では到底乗りこなせない車体だったパワーが飛躍的に向上した1988年当時のホンダ NSR500 を 初ライドした王者エディ・ローソンが、このバイクは俺を殺す気かと言ったのは有名な話である。現在のモートジッピーマシンよりもタイヤ、車体が劣っているのもあり、パワースライドのバランスを取るために繊細なテクニック等が必要とされ、90年代中頃のマイルドなエンジンになるまでは、ダートトラックでテクニックを磨くことが多い、アメリカンライダーとジーライダーが躍動していた。 また、各サーキットも現在と比較すると、路面の状態がさほど良い状態ではなく、彼らにとって大きなアドバンテージとなっていた。1982年までの34シーズン、開催されたクラス。4ストローク、または2ストロークの排気量 350cc 以下のマシンで争われた。アゴスティーニがこのクラスでも7連覇を果たしている。 在日韓国人の片山隆沈が1977年にタイトルを獲得している。250cc クラス最後のチャンピオン、青山博一2 0 0 9年までの61年間に渡り開催された選手権で2番目に長い歴史を持つクラス。250cc 以下のレース専用車両で競われた。最終的なレギュレーションでは最低重量は 100kg。 エンジンは2ストローク、4ストロークのどちらでも選べたが、マッキュは、すべてのチームが、軽量、ハイパワーである2ストロークを採用していた。シリンダー数は2気筒以下。市販レース車両では、ホンダレーシングから RS250R、ヤマハから TZ250 等が販売され、プライベーターの参加が可能なカテゴリーであった。4ストローククラス以降の関係で、 市販レース車両の開発は、一旦2003年をもってストップしたが、2007年型、TZ250 でごくわずかな改良が施された。最終年度の参戦メーカーはアプリリア、ホンダ、ジレラ、ヤマハの4社だった。日本人では、原田哲也、加藤大二郎、青山博和の3人がタイトルを獲得している。1990年代前半は、岡田忠幸。 原田哲也、青木信厚ら日本人トリオが活躍した。2007年の世界チャンピオン、ガボールタルマクシ1949年の選手権、開始以来、唯一2011年シーズンまで63年間開催され、続けたクラス。125cc 以下のレース専用車両で競われる。エンジンは2ストローク、4ストロークのどちらでも選べるが、すべてのチームが、軽量。 ハイパワアーナにストロークを採用した。最低制限重量は、ライダー込みで 136kg。2010年当時、参戦メーカーは、アプリリア、デルビ、ホンダ、ランブレッタ。かつては、ベテランの軽量級スペシャリストが多いクラスであったが、途中から厳しい年齢制限が課され、近年では、若手の登竜門的なクラスに位置づけられていた。 免許制度の都合で 125cc 市販車に、馴染みの深い南欧諸国出身のライダーが多く、活躍した。1962年から1983年の22シーズンにわたって開催された、最小排気量クラス。4ストローク、または2ストロークの排気量 50cc 以下のマシンで、争われた。 50cc クラスを引き継ぐ形で1984年から始まったクラス。1989年までの6シーズンと短命に終わった。4ストロークまたは2ストロークの排気量 80cc 以下のマシンで争われた。1996年まで選手権の1クラスとして開催されていた。現在は独立した。 別の選手権としてヨーロッパで開催されている。2021年第8戦ドイツ GP 終了時2021年第13戦アラゴン GP 終了時2021年第8戦ドイツ GP 終了時チャンピオン獲得回数2獲得回数3位獲得回数2020年最終戦終了時現在地上波では日本テレビが モートジピークラスを中心に録画放送を実施。CS 放送ではスカパーの日テレ G で全クラス予選決勝レースの完全放送が行われている。2016年度は巨人戦の生中継が重なった場合 BS スカパーで放送される。BS では BS 日テレが モートジッピークラスを中心に録画放送。歴史テレビ中継のなかった時代は、ビデオバイセンダ4から6台のイングリッシュカメラで収録したものが主であった。イギリスのデュークマーケティングリミテッドがヨーロッパでの発売、販売を行ってきた。日本では、初の廉価、ビデオマガジン、バイカーズ、ビジュアルエクスプレスが、 世界 GP を扱い出したことをきっかけとし、パワースポーツビデオや、マンスリーモーターサイクルビデオマガジンライド ON、ライダーズビデオステーション、バーンやビデオサービスフルカワーから、ビデオマガジン形式で、シリーズ戦が発売された。1989年の日本国内で全船が、TXN 系列で放映されると同時に、バイカーズ、ビジュアルエクスプレスが全船をリリース。 以降発売元は、1991年日本ビクター、1992年、東芝 EMI、1993年より、ウィックビジュアルビューローとなっている。2000年からはエキスプレスが発売元となり、2004年からは公式 DVD として、ウィックビジュアルビューローがラウンドごとに発売している。ありがとうございます。